こんにちはピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今現在ですね、花粉症ってなんか起きていますよね。ひどい状態、なんかピークに差し掛かっていきそうな感じですよね。ポカポカ暖かくなったと同時にですね。なのでですね、今回はちょっとですね、身近にできる感じで、花粉症がひどいとき、どうしようもないときに、ちょっと病院も行ってられん ない例えば休日だったりとかあとですねお仕事があってなかなか病院にちょっと並んで順番待ちでなんてちょっとあの時間がない時にの対策を私がやってるのをお伝えしたいと思いますねマスクありますよねマスクの中に、ね、ティッシュを入れるというものなんですでティッシュももやみくもに バサバサっと入れるとはみ出ちゃって格好悪いですから、あの、こういうふうにね、折るんですね。この折り方ちょっと見ておいてもらいたいんですけど、鼻にちょうどね、鼻を覆う最低限な感じというか、そういう折り方。で、先っちょはヒラヒラして、鼻あの、ヘクションとかなっちゃうといけないので、こういう感じで、あの、折り込んで、で、再び最後に包み込む、あの、 袋みたいな役割を3枚目でやるんですね。2枚仕立てでやっておいて3枚目で包み込んで最終的って感じなんです。だからティッシュを3枚使うってことですね。そしてあのこのなんか最後にあのピロピロって出てる方を内側に向こう側に隠しちゃって少し控えた感じの位置がちょうど鼻に当たると思うのでそれをそうやって当ててそのままです。何も前ね 両面テープじゃないなあのセロテープを貼ったことも昔あったんですけど不織布のマスクにまあそれもいいと思いますセロテープ使ってあの固定するのもいいと思うんですけどこれ意外とですね外,外に出るときなんかかっこ悪いんじゃないかと思うかもしれないけども緊急のときってもうあの あれですね一番なんかちょっと集中力なくなっちゃうの嫌じゃないですかいちいち鼻ずるずるすすってるとそっちに神経いって他のことちょっとポーッとなっちゃったりするもんだからそんなことしなくてもよくて鼻すするのもあまり鼻によくないこととあとゴシゴシ鼻かんだりしすぎるのもあのねむやみに鼻かんだって。 鼻出てきませんよねなのでそうするとですねあの皮膚がちょっとダメそんなことでダメになりたくな,りないじゃないですかそうするともうあのこのティッシュに吸い取ってもらうんですねで持ち歩き用にこういうビニール袋ちょっとこれ大きいんですけど私が糸を入れてるやつの余ってるやつなんですけどあのこれの半分ぐらいの大きさでいいと思うんですよんでそれに携帯用にこういうふうにさっきの手順に従ったやつを入れて こう持ち歩くんですね。いくつか作ったらいいんですよね。一日の中で。で、まあ午前中で2つか3つですね、使うとしても、だから一日そんな10個もいらなくて、まあ6個、6個とか、そ,のそれぐらいでいいんじゃないですかねと思うんですけど、そんな6個も使ったことないです。やっぱり一日中ダラダラ出てるわけでもなくてね、収まる時もありますから、そうするとね、3個、4個とか、それぐらいで、5個ぐらいでいいのかなと思うんですけど、こんな感じでマスク、 の、外にはみ出ないんですよね。こんな感じです。こういう位置に置くわけですね。そういう使い方をしてもらうといいと思います。ということで、今回はこのように、ちょっと緊急な対策でどうしようもない時に、ストレスをね、とにかくもう減らしたいじゃないですか。ストレスが減らせるよっていう方法です。実際これ私はですね、外回りの仕事の時も使う、これでやったことがありから、あの、大丈夫です。外回りでもですね、あの、 大丈夫だと思ってちょっと一度やってみてくださいそうするとストレスなくあのもうどうしようもない時ってもうね薬飲んだってまた来年もなったりするわけですしと思うとちょっとこのちょっとした対策ですねこれ一つどうかなって思いましたこんな感じで折ってこの折り方ですねそして2つ二重で折った後もう一度一重で最後にケースみたいな役割をしてもらうっていうことですね そしてくるくるっとやって、先っちょを向こう側に隠すんですねあの。こっち側に持ってくると鼻にあの、なんか痒くなっちゃいますからね。そういう感じで使うというやり方でした。もしご参考になればと思います。どうもありがとうございました。